はい、どうもどうも、ゲマルです。今回はですね、DPS 向上のための動画を作成してみました。この動画を通して少しでも DPS 向上につながるきっかけになればと思ってます。それではタイトルどうぞ。今回内容がちょっといっぱいありすぎて結構省きました。まあとりあえず目次的なやつを、動画の内容としてはこのようになってます。最初の基礎なので、基礎は OK っていう人は4か5くらいから見ていただければと思います。では早速、スキル回しですね。開幕のね、参考例です。どうぞ。いかがだったでしょうか。私はいつもこんな感じの回しをしています。次はですね、技の基礎知識として基本的なことですけど、ちょっと技の確認をしてみます。強行はですね、封筒が切れそうならやっぱり最優先に打って、映画はですね、残り3から8秒なら更新で、ギミックによってね、更新するタイミングだけど10秒以上入らない時があるんで、その時は旋風を打ちます。まあ、大事なのは封筒映画を切らさないことで、術についての基本なんですけれども、手裏剣と、ライトン、まあこんな感じの関係性なんですけれども、2つ印を結ぶライトンは GCD に食い込んでしまうため、威力があっても結果的に映画の残耐性低下が入っている状況では手裏剣の方が良いです。ただ特殊な状況下において、例えばギミックにより離れていて GCD が回せないとか、映画を切らしている、宿地のリキャストをリセットしたいとかでは、積極的にライトンを打つのはありだと思います。続いて人気技についてなんですけれども、この締めはですね、ギミックに合わせるとして、途中はまあこんな感じの優先度で使っていったらいいんじゃないかなと思います。天地陣に関しては、派生がいっぱいあるので、ちょっと単体の場合の参考例を挙げてみました。忍者の難しさって天地陣じゃないかってぐらい扱いが難しいと思います。ただとっても強いので腐らせるのはダメです。じゃあ次にですね、ヘイト関係いってみましょう。影渡しと煙玉についてです。開幕に使う利点として MT の開幕敵士の安定化、 MT がヘイトコンボを減らして火力コンボを増やせるので、結果としてパーティー DPS を上昇させることができます。開幕煙玉は誰に投げるか、まあ無難なのがディバージョンがないレンジ、あとはギミックによっては開幕投げずに全体回復でヘイトがすごく上がる時にヒラに投げるなどがいいと思います。基礎が大丈夫だよっていう方々、お待たせしました。次はですね、具体的にできたら数字に結びつくようなのを紹介していきたいと思います。高い DPS を出すにはですね、常にやっぱり GCD を回すっていうことをしなければいけません。レイドでは、ギミックによって離れて殴れない状況もありますが、その場合も区内などで、GCD を止めないようにしましょう。また、ギリギリまで殴るか、もしくは殴れる場所を探してみたりするのもいいかもしれません。それではですね、ギリギリまで殴って GCD を極力止めないレイドして、シグマ編4層後半の3スターズを見てみます。でギリギリまで粘って送人線まで入れて、内側のブリザーが避けて手裏剣打って、一発殴ってサンダガを避けてファイガの3回をする。いやー、口が追いつかない。はい、じゃあ次はギミック重視で殴るのをやめてる例と比較してみます。で右側ギミック重視ですね。ブリザーが避けるときにECD が止まってます。ただミスると一発ワイプもありえるので、消化では
安牌を取った方がいいんじゃないかと思います。次は殴れるアンチを見極めて殴る例として、4層のトラインの1個目が真ん中を出しました。でこの AOE のアンチを見極めて殴り続けてます。もう本当1個目の三角形は真ん中は激アツなんですよね。で次はですね、近接が殴れるようにギミックの攻略方法を変えてもらう例として4層の行政フェーズを出しました。これはノラだと十字が流行ってるんですけど、これ南スで近接がギミックを処理しながら殴ることができます。はい、じゃあ次はバーストについてですね。バフを合わせたバーストは忍者の騙し打ちが起点になっていることが多いです。で合わせるバフには60秒バフから、このようなバフがあって、これらを騙しに合わせていくバーストが一般的です。で流忍私学赤のシナジー合わせの例をちょっと出してみました。ただ90秒バフは注意が必要で、無理に騙しに合わせようとするとコンテンツ中の総回数が減るので、結果 TPS を低下させる原因になるので、2回に1回は即旋風に1層などは乗せて打っちゃいましょう。はい、ではですね、ノックバックを逐次でキャンセルするやつです。それでは1層の、追突を例に見てみます。コツが来るので離れて祝辞をセットしておいて、ノックバックと同時に祝辞を押すと、そうすることで早く取れます。もう一つ見ると、魔界の風のギミックが来ていますので、少し離れ気味にして戻ってみました。では実際にですね、祝辞しようと使用しなかった場合とで比較してみると、やっぱり使用しない方は GCD も止まっていて、まあ DPS に差がつくポイントかなと思います。でもちろん1層の魔界の全消灯でもノックバックをキャンセルすることができます。でまた、徒歩で戻る場合と比較してみます。やっぱり GCD が止まっているのが分かります。ではこれは失敗例として、戻っているんだけども段差で落ちた。これおまけで、以前のもっさり祝辞ですね。ノックバック祝辞キャンセルは、アームズレングズが効かないボスでも使えます。これはデルタの4層後半でしたね。そしてですね、もう最後なんですけど、最後に一番 DPS に関わる点として一つ挙げるなら、やっぱり死なないこと、これですね。はい、ではそろそろお時間のようです。最後まで見ていただいて本当にありがとうございます。少しでもね、 DPS 向上のお役に立てたらとても嬉しく思います。ほんの少しでもこの動画が良いなと思っていただけたら、チャンネル登録や高評価をしてください。次回動画作成の励みになります。またコメントや Twitter などでご質問、ご意見、ご感想、アドバイスなどなどをお気軽にいただければと思っております。それでは次の動画でお会いしましょう。 See you! いやー、DPS 伸びなかった、ごめん。